そんなえーとねこの話がまあみんないつもニコナ見てる人 YouTube 見てくれてる人は多分わかると思うんだけどまあうちにまああのー、とあるまだらにゃんこ先生が初進化したみたいなもんがいるんだけどその名前をみりんという名前なんだけどね猫それを拾ってきた時の話で。 まあ、そのミリンっていうのがもう1年半か2年前ぐらいに心霊スポットの配信を行こうという時になって、まあ、とある山に俺行くんですよでその場所に車を止めてそこから徒歩でそうだな30分から45分ぐらい登った山の斜面を登ったところにでっかいお寺があるのよ そのお寺っていうのがその化け物語に出てくるようなあのなでこがさあの行くでしょ白蛇神社ああいうような感じで落ちちゃってるのよまあそこに俺は行く手でずーっと山を登ってたのまあ怖えわなクマも出るしイノシシも出るしってそのずーっと細い道ずーっとあうってまあ広いところに急に突き当たるまあバーンってなんだここってそこの目の前にでっかいそこのお寺があったんだよし ってあのビデオカメラの撮影を始めるかでつけようと思ったらミュウ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 音がすんだよウエ、えーって俺もそこで発狂してて一人でよく聞いたら小さいか細いような声なんだよねどっから聞こえるんだろうって見たら本堂の神社でいうお賽銭が入れられるとこ入れられるとこがあるでしょあそこになんか段ボール置いてあるんだでその中を見てみたら あの、お金が入ってて1枚札2枚とあのー、キャットフードだよねとミルクが置いてあって夏場だぜ夏場8月そこに毛虫みたいなあのー、目のつむったまだ開いてない子猫が置いてあるわけよこれ捨て猫だなーって思ってああどうしようこれ死んじゃうよなーこのまま置いてたら多分死んじゃうよなーと思ってそう親に電話かけて「おかん」っつってさこれだって 猫を捨てられてんだけどって、多分どのくらいって言われて、どのくらいうーんー、まだ目開いてないっつって、多分2ミリぐらいだわ、なんつって言ってたんだよな。死んじゃうよ、それって置いといたらって。どうするって、うちで保護,で保護するって言ったら、保護じゃねえかやいいよっつって、<laughs> うちのね家族がみんなあの動物好きだから、どんどん犬とか猫とか拾ってきちゃうんだよね。あ,あ、マジでじゃあこれ、連れて帰るわっつって。 ね、そこにあったのもうお金なんかさああいうもうほんと気が知れないけどもうお金なんか置いてきたよ。で一つねあのー、ねこの場を借りて言うと生き物を捨てるなマジで。生き物を捨てるな,てるな <laughs> 本当にゴミが。そう。でそれでまあ持って帰ってきてポケットなんか入れてさ帰り道ずーっと下ってって。 でもうその駐車場に着いた頃にはもうやっぱり1時間ぐらいかかったのかなもっと早かったかなわかんないんだけどもう猫がねあんま鳴かなくなっちゃっててああこれやばいかなと思ってであ,あの昔猫飼ってたことあったんだけどねそれも捨て猫でねあの結構ねもう寿命以上に生きたな心配になっちゃってさもう大丈夫かってつまみ出してさあの見たらさ あのー、ピッピッピッピってなんか変な音出してるぐらい怖くなっちゃった俺すぐ家に帰っておんなんかんがピッ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 言ってんぞっつったら「やだ何これ!」っつって「猫だよ」っつって「毛虫みたいだね」っつってうんもうじゃあうちで飼う,うんなってちゃんと飼うんなって明日はあのー、仕事帰りで帰ってきて早ければ病院に健康診断行ければいいけどなんて言ってた時におかんが「えええっ?え」って言うのよ なんだよえ子猫だよねも,もらってきたのってうか目の前にいるだろうとそうじゃ違う違う違うって家の中に何か声がする<え>何も聞こえないなどういうことって言ったらえ「親猫とかいないでしょ」って「知るかよ女もん」って段ボールにもう入れられてもう本当に説明通りのことなんだわって「確実に死ぬだろう」って「確実に捨ててあっただろう」って あなでできないでしょだからこういうことになってあのー、拾って帰ってきたんでしょうそうじゃない」って「家の中に猫がいない」いるわけねえだろ犬,犬だったらいっぱいいるけど」って「何言ってんのさっきから静かに静かにして」っつったらおかんが「ホラー」って言うんだから俺何も聞こえないのよ、まあ、要はその時の話をしちゃうとおかんがあの発情機の猫みたいな「うわー」みたいな声がずーっと聞こえたらしいのよ「うん大丈夫じゃね?」 外,のね、そこ外に何か猫がいたんじゃないっつってまあまあいっかーなんつってどうしようミルクも何もないよこの時間でどっか空いてるとこあるなんて言ってたんだよで親父がそのうち帰ってくるじゃんこれさーって親父に内緒でさーって猫拾ってきたって言わないでさーって親父が部屋行ったら部屋の中にスッて入れたらどうなるかねーって話をしてたのねまあ猫の話は親父には内緒でとまあそれをやろうと思った ふっとした瞬間に親父が「猫拾ってきたか?」って言うのよ「は?」っつってどういうこと俺たちはその時まだ隠してねおかんも言ってないのずっと部屋あの俺の部屋の外でずっと猫を鳴いてんだけど外の猫じゃないのいやすぐそこの,あの部屋出たところなんだよねああ 親父見てたもしかしてって言ったら何が今日猫拾ってきたんだよ俺って今さっき帰ってきて15分ぐらいまで帰ってきてさってそれみりんを見せたのよほらっつったら何それ何それって何それって言うか猫だよってこの子の声じゃないよなっつっていや違う違う違う,違う,違う,ってう普通の大人の猫だねって声的にはねってでもお前どうするに猫拾ってきてってうか買うしかねえだろお前って見殺しにできねえだろよっつったらそうだなって <laughs> 聞き分けいいな親父と思ってさ <laughs> そしたら明日健康診断行くよっていう話ね猫を連れてくって言ったら「あいや俺が連れてくよ」っておが連れてたんだけどそこからしばらくちょっと変なことが続いてそのみりんっていうのは段ボールによくニコ生でね俺がウェブカメで写しながらまあ育ててたんだよ <laughs> 段ボールの中に毛布入れたりそうであの哺乳瓶でミルク入れたりしてんだけどその時のおっかんと親父がやっぱりその声を聞くんだ ずーっと大人の猫の声でうなってる声とかがもう夜になると毎晩のように聞いててだから外から聞こえるんじゃねえのかって何度言ってんだけど家の中なんだ全部部屋の外とか部屋の中で聞こえておかんが一回俺の部屋まで来たことあるんだよ猫がいるってそれがふざけてやってんだかなんかそんな感じのもんが聞こえてんだかわかんねえじゃんこっちから出したらわかんねえんだよは,はっつって言ってみたら何も聞こえないでしばらくしたらやっぱり聞こえる親父も同じこと言ってんだよ ななんだろうなーってで、とある日この話は多分映像を見た人はニコ生の中で、えー、YouTube はないかニコ生の中にいるんだけど俺がみりんのねあのー、動画をスマホで撮ってるのよ。ねミヤ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 言ってんだけどそのうちまだ目が開いてないんだよみりんが急に慌て始めるように見えるただ見えるだけなんだけど。 そこの時にうなり声がうーあーって入ってんのうちは犬いるけどそういう,うなり声の犬は1匹もいないのまあみんな小型犬だから小型犬つってもちょっとでかめのポメラニアンがいるけどあれがんだかわかんないその声が聞こえたあたりからみりんがその動画中で急に焦って,てあのー 段ボールから出,は出ようと思ってバタ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 し始めるんだよ。そう、そんなことがありましたね。な今となっては何だかわかんない。何かは、なんかあれはどうのこのですよみたいなこと人がいたけど、<laughs> そんなこと言ったってあれだしね。まあ、今となってはね、本当にまだらみたいな化け物になってますけど、やたら顔がでかいんだよね。 先日ね、本当、あのー、うちの書類入れるバッグの中に入ってスタジオついてきようとして、お金に捕まってすっげえブスンズラのメリンが Twitter に上がってますんでね。ぜひとも見てください。後に、そうだな、もし前の携帯の方からいれられるんであれば、その動画を後で YouTube の方にア,ッアップしますんで。お願いします。